電車眠かった。茅場町駅に到着しました。そしてですね、今5番出口なんですけども、振り向くとそこに、ここに行きます。ナイルホテル。なぜホテルなんでしょうか。みなさん、藤井葵です。ようこそ、ママキー、このショーです。はい、今ポンバコ24の出演が終わりました。終わりました、ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。いや、面白かったね。ということで、今から3問の徳を見つけに各々出かけたいと思います。まあ、せっかく早起きしましたからね。じゃあどこ行くのでしょうか。よっしゃ、行くぞ。行くぞ。やってきました、東京駅。懐かしい、ここで出店したな。葵が向かっているのはこちらでした。東京ラーメンストリート。ちょっとね、見る感じシャッターが全部閉まってるんだけど、お目当てのお店はどうでしょう。やってるかな。え、大丈夫これ。かわいいもん。お、奥だけちょっと明かりがついています。行ってみましょう。葵が来たのはこちらです。つけ麺が有名なロコリン社さんです。さあ、並んでるでしょうか。見に行こう。角を曲がると結構並ばれてます。床には丁寧に待ち時間が書いてあります。でもラーメンだから回転が早くって全然待たなかったよ。いよいよです。もうめちゃくちゃいい匂いしてきています。こちらが朝のつけ麺のメニューです。朝はこのメニューのみです。おつゆの味と麺が違うらしいですよ。葵が選んだのは特製つけ麺。お肉のほぐしと味玉がセットになってます。そして机にはこちらのセット、魚粉もあるよ。なんかね、七味も有名みたい。いやー、朝つけ麺の意味が分かった。本当に優しい味。なんか鶏ベースじゃないのに白湯のラーメン食べてるような感じ。逆にガツンとラーメン味を食べたい時には物足りないかも。あ、でも朝仕事前にパンチはいらないのか。少しお味がマイルドだったので、葵はお酢を途中から入れてみました。ちょっと味が締まってね、なお美味しかったよ。見てください、この見事な半熟と固ゆでのハーモニー。葵的にはちょうどいいですね。周りは固、中はトロ。沼七味のつけ麺っていうメニューもあって、ちょっとそっちにすればよかったなっていうのもね、後悔してるんだけど、葵は卓上の七味を入れてみました。まだ開いてなかった、残念。食べ物のお店は続々と開き始めたんですけれども、他のお店はまだまだシャッターっていう感じですね。うん、あの黄色はポケセンじゃない。開いてる。いや、今開店20分前ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ並んでおります。やっぱ東京駅こんなにお店あるんだね。これは朝ラーメン食べて、その後開店したてのお店ゆっくり見るのはめちゃくちゃありかもしれないです。レアな商品とか盛り切れてないだろうね、朝だと。電車眠かった。茅場町駅に到着しました。そしてですね、今5番出口なんですけども、振り向くとそこに、ここに行きます。スマイルホテル。なぜホテルなんでしょうか。はい、スマイルホテルに到着しましてですね、なんとここの地下1階がガストで、このガストがですね、ホテルミューモーニングビュッフェをやってます。なんとこれ日本に2店舗しかないそうで、ここのビュッフェを食べてみたいと思います。ホテルの朝食会場をこのガストのビュッフェが兼ねているそうなので、ホテルで
ビュッフェ用の朝食券を1200円で購入して、これをガストに持っていくそうです。じゃあいただきに参りましょうか。いやめっちゃくお、マジめちゃめちゃくお。ガリガリ君しか食べてないからまだめちゃめちゃくで、まずはねやっぱりベジファーストで、あと洋食から攻めます。ハッシュドポテト、ソーセージ、スクランブルエッグとチーズパン、クロワッサン。スクランブルエッグがねうまいらしい。いただきます。あやっぱ朝一のサラダ最高やな。スクランブルエッグいいですね。チーズパンにスクランブルエッグ挟みたい。ナイフで横開いてマーガリンを塗ってできました。オリジナル卵サンド、うまー。うわースクランブルエッグとマーガリンやばー。せっかくのねバイキングなんでね、次は和食をいただきましょう。和食も結構メニュー豊富。アジフライ、ナスの揚げ浸し、鮭の切り身。ハンバーグは和食じゃないけど和食ゾーンにあったね。だし巻き、梅干し、なんかいろんな野菜。うわナスがうまい。ビュッフェといえばカレーやと思ってんけど、これ見てくれ、多すぎるやろ。いやこれだけもう一膳生かして、とろろ納豆温玉ご飯。最後にデザートで締めて最高のモーニングです。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ食った、うまかった。これが僕の三文の徳でした。やっぱモーニング行くよね。いやモーニングでしょう、その食よ。イカストってメニュー一緒なの？多分ねその専用に作られてる。でも、まあ、のハッシュドポテトとかソーセージとかなんか横に添えられそうなやつはもしかしたら同じね、そあの使い回してるかもしれんけど。あいやでも動画撮って編集しだしてまだ14時ですよ。いやここ朝の時間がとか1日が長いね。ちょ毎日余裕起きしよっから本当に超絶ヨガ健康法やないかい。動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。せーのバイバーイ。バイバーイ。いやでもね、青い朝活してみてね、弱点見つけたわ。弱点なんかあった？お店が開いてない。確かあのキャラクターストリートシャッター街みたいになってたな。いや本当致命的ですよ。それが一番食べ物しかなかった。もっとゆっくり食べて買い物したいんじゃん。いやそういうことか。